新英隊の教育及び養成機関の設立は、新英隊全国指導者、ハインリヒ・ヒムラーの野心的なエリート主義に基づき、将来の指導者を要するためのものであった。SS が政治的組織である以上、その主要な教育内容も政治的であり、国家社会主義の教育精神に基づき、SS、SD、保安警察の教育機関では、教科別に一般的な訓練と、 思想教育が並列して行われていた。後に、これらの各機関及び学校は細分化され、それぞれ独立している。1936年の秋、新英隊特務部隊の最初の士官学校はに開設され、続いて1937年の夏、ブラウンシュバイクに2校目が開設された。組織上、新英隊士官学校は、 一般親衛隊の指導者学校に相当していた。この二つの学校は1937年8月8日から正式に親衛隊士官学校と命名された。これに習いその後、SS や警察その他組織の教育機関が設立されたが、それらは SS 士官学校がモデルとなっていた。SS、SD 保安警察などの他の養成学校でも国家社会主義のイデオロギーに沿った教育が特に重視されていたが特殊技術訓練といった点で SS 士官学校の教育内容とは異なっていた。バートテルズ SS 士官学校新衛隊士官学校は当時の国防軍の士官学校をモデルにしたものであり第二次世界大戦中武装新衛隊の下級将校を養成する機関と なっていた。カリキュラムには、戦術、地形と地図の研究、戦闘訓練と武器を用いた訓練、一般的な訓練、思想教育、陸軍勤務、新衛隊、警察勤務、管理、身体訓練、兵器訓練、公平技術、情報、戦車の操縦訓練、車両訓練、医療、パイロット教習、一般作業、ドイツ語などの科目が含まれていた。 SS 士官学校の前身は、新英隊特務部隊の指導者学校であり、1校目は1936年の秋にフェリックス・シュタイナーの指導の元バート・テルツに、2校目は1937年の夏にパウル・ハウサーの指導の元ブラウン・シュバイクに設立された。また、1938年の夏より、ハウサーは士官学校の校長を兼任し、 運営の効率化を図っている。九百三十七年八月八日、指導者学校は正式に新衛隊士官学校と解消され、九百四十年六月からは、新衛隊独路部隊、各新衛隊本部、新衛隊特務部隊は統合され、SS の包括的な再編の一環として、武装新衛隊が発足した。九百四十三年の夏、 クラーゲンフルトに三つ目の士官学校が開設され、1944年6月1日にクラーゲンフルト新衛隊兵器及び士官学校と解消された。テレツ士官学校とともに外国人の候補者を養成する役割も担っており、クラーゲンフルトの士官学校では、初位い外人義勇部隊の訓練を担っていた。1944年の春には、 プラハイコールデビッツ新衛隊士官学校が設立された。新衛隊医療学校は1935年3月初旬ベルリンに設立された。この機関は一般 SS や SS と組む部隊の管理下にはなくエルンストロベルトグラビッツが直接運営していた。1937年により新衛隊医学アカデミーに解消され、1939年の秋に グラーツに移転した。1935年の夏、ダッハウに新英隊経済管理部指導者学校がダッハウ新英隊管理学校として開設された。この管理学校は1935年5月3日に設立されたミュンヘン新英隊管理部に所属していた。SS 管理学校は ダッハウ強制収容所に隣接した新衛隊独ロ部隊の建物に設置されていたが、当時は SS 特務部隊の訓練施設も兼ねていた。SS 管理学校では管理部門の指導者が育成され、参加者は一般新衛隊や武装新衛隊員からなり、新衛隊上級地区や各 SS 中隊に配属されていた。生徒は23歳以上で、 新衛隊小以下の秘士官に限定されていた。第二次世界大戦中、ダッハウの SS 管理学校は解体され、バート・アーロルゼンで新衛隊経済管理学校として再編成されている。この学校はオズバルト・ポールの SS 経済管理本部に直属していた。武装新衛隊には士官学校のほか、歌士官を養成する新衛隊歌士官学校が存在していた。 SS 歌カン学校のモデルは1937年に解散した SS 独ロ部隊のダッハウ親衛隊歌カン学校であった。その後、第二次世界大戦中にアーネム、ルブラナ、ルブリニエツ、ポーゼンの各地に SS 歌カン学校が設立された。武装親衛隊職業訓練学校は武装 SS 隊員が民間で就職する場合に資格などを習得させる。 補助機関として設立された。前身は、シュバルツバルトのザンクト・ゲオルゲンにある SS 特務部隊職業訓練学校であり、SS 特務部隊の補助労働兵舎の中に設立された機関である。武装 SS の設立後、ザンクト・ゲオルゲンの学校は、武装親衛隊職業学校となり、この種の訓練機関は、その後、ハンブルク、ミュンヘン北部のシュライスハイム、 ミトバイダなどに設立された。新衛隊保安部は、下級指導者の養成のため、ベルリン近郊のベルナウに、保安警察庁法部及び SD 指導者学校を設立していた。国家保安本部の管理下にあり、SS 士官学校の校長である、ハウサーには運営の権限はなかった。本校も他の SS 養成機関をモデルに設立され、ベルリンシャルロッテンブルクにある、 保安警察及び SD 指導者学校のほかなどが設立された。1943年4月、ネポムクの通信学校は保安警察学校を奴隷弦に統合され、国境警察学校は閉鎖された。その人員も奴隷弦保安警察学校に移された。試験に合格した後も、これら指導者学校の生徒は、警察訓練に加えて軍事技術を習得するために、 武装 SS の士官学校で軍事訓練を受けることが多かった。ありがとうございます。